草墓古墳は奈良県桜井市ヶ谷にある古墳。形状は方墳。国の史跡に指定されている。奈良盆地南部寺川左岩の安倍丘陵桃,桃園に築造された古墳である。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は北西辺、南東辺がやや長い方形で、長辺約27メートル、短辺約21メートルを測る。 噴頂部には平坦面が成形され、窃盗水型を提止する。噴球表面では、不き石が認められるが、埴輪は認められていない。また、噴球周囲には平坦地が巡らされる。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、巨石を用いた大型石室であり、南東方向に開口する。石室の原室内には、兵庫県加古川流域産の清掃。 ハイアロクラスタイト製のくり抜き式形石棺が据えられている。副装品は明らかでない。この草墓古墳は古墳時代終末期の7世紀中央頃の築造と推定される。安倍丘陵では巨石墳として本古墳の他にも谷首古墳、文樹院西古墳などが知られるほか、周辺の遺跡では 大型建物跡も検出されており、古代氏族の安倍氏との関係性が指摘される。古墳域は1974年に国の史跡に指定されている。石室原室中央に栗抜き式形石棺、手前に置き石。主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室には、 花崗岩の巨石が使用される。壁面は、原質では、奥壁一国一段積み、側壁二国一段積みである。壁石の間壁には、漆喰が施されており、現在も一部が残存する。また天井石は、原質で二国、沿道で四国から構成される。原門部の床面には大きい石一枚が依存するが、その意味はつまびらかでない。 石室内の原室中央部にはくり抜き、敷地形石管が据えられる。石管の石材は、兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製。棺には、長さ2.4メートル、幅1.5メートル、高さ1メートル、内側深さ約0.5メートルを測る。外石には、前後1体、左右2体の縄掛け突起を付し、内面には浅い掘り込みが施される。 石管に対して石質が小さいことから、石管を据えた後石室及び紛糾が構築されたと推測される。ありがとうございます。